車好きのパラダイス、ザモーターウィークリー、藤本恵美里です。今週も最新車情報や気になる話題をピックアップして皆さんにお届けしていきます。さあ、もう10月もね、後半に突入しましたけれども、ちょうど今週月曜日までか3連休だったよっていう方も多いのかもしれませんよね。ただちょっと3連休終わって寂しい感じはありますけど、11月入ってからもね、すぐ文化の日で暦通りに行けば3連休だったりするんですよね。いやー、なんかそうやってこう3連休思いっきりお休みできるっていうのが秋の行楽シーズンですし、なんか羨ましいなーなんていうふうに思ってます。私もですね、でも先、いつだったかな、つい先日なんですけど、ちょっと遠出をしてドライブに行ったんですけど、その帰りにね、やっぱりこうお休みの日っていうのはどうしてもやはり高速道路の渋滞、なかなか難しいですよね、あれね。で、その渋滞が結構長かったので、思い切って降りました。下道に高速降りた方がいいんじゃないかなと思って、でやっぱりそうしたら3倍以上時間がかかりましたね。渋滞してる時に高速を降りるか、それともそのまま我慢するかっていうのを悩んだこともある方も多いと思うんですけど、あれ高速道路って動いてないイメージがあるから、どうしてもなんかな、降りようかなって思っちゃうんですが、結局は高速道路の方が早かったっていう方ね、そんな意見も結構聞きます。いやー、渋滞あれは我慢するしかないのかななんていうふうにね、考えていたんですが、でも近い将来この渋滞っていうものがですね、なくなるかもしれない。今日はちょっとそんなお話を皆さんにお伝えしていきたいなというふうに思ってます。ぜひ30分間楽しみに聞いてくださいね。 The Motor Weekly。 住民の顔ぶれが豪華すぎる。出てくる車がトヨタばかりだ。だってトヨタウンだもん。思わず納得させられる前代未聞の連続テレビ CM トヨタウン、お近くのテレビでご覧ください。ハイブリッドリボーン、トヨタです。追突事故を少しでも減らしたい、そこでホンダが軽に初めて標準搭載したエマージェンシーストップシグナル、急ブレーキを後ろの車に知らせる安全機能です。ニューネクスト日本乗り物、軽にさらなる安全を。 N1 ホンダ。車が101台、車が102台、車が103台。眠れないの？ママ、お家まだ？高速道路の渋滞回避には DSRC 標準装備パナソニックのストラーダ、ビックスの5倍もの範囲で情報をキャッチ、最適な道をお伝えします。パナソニック。藤本恵美里がお送りしているザ・モーターウィークリー。さあ、今週は国際自動車ジャーナリスト清水和夫さんをお迎えしてます。清水さん、よろしくお願いします。ありがとうございます。国際って名前をつけてくれていやいや、もちろん国際じゃないですか。清水さん、本当にこういろんな社会のことまで本当に深くいろいろお話ししてくれるので、私今日もすごい楽しみにしてたんですけど、はい、今日はですね、 ITS、 そうですね、この ITS について伺いたいと思いますが、昨日までですよね、ちょうどその ITS の国際会議っていうのが日本で開かれていたんですよね。ビッグサイトで行われてましたね。はい。でもそもそも ITS、 初めて聞く方にとっては一体何なんだろうと、そして私もですね、教えてもらっていたんですが、その言葉は私の中ではなんかこう車での移動が安全でその便利になるというようなことしか分かってないんです。実際じゃあどんなものなんだろうってすごく興味あるんですけど、まあ、簡単に言えば、はい、道路の上に、車がクマみたいにね、勝手にのそのそこう歩き回ってね、ぶつかったりとかね、みんなもうわがままでこう運転したり、せいぜい交通ルールっていうのがありますけど、はい、それをもう少し高度にトラフィックマネジメント、つまり交通システムを、うまくこうコントロールすることによって、もっと渋滞がなくて事故もない社会が、はい、作れないのかということで ITS という名前がついたんですけど、はい、身近なところでは例えば ETC とかカーナビビックス、これも ITS の一つのメニューですよね。 ITS ってこう
広すぎてね、大きすぎてよくわからないんですけども、はい、あのその中に入っているもので言えばもうビックスとか、あのビックスってドロップじゃないんですけど、あの清水さん、料金、はい、料金自動徴収 の、 あの ETC とか、もうすでに日本では ETC はですね、はい、何台普及したと思います？あ、もうなんかほとんどな感じ。まあ、大体自動車が商業車見ると約8000万台ぐらいあるんですけど、はい、そしたら7000万台ぐらいいかないですか？まあ、そこまではついてないんだけど。あ、そこまでいかないです。でも、あのもう大体4000万台前後まで普及したんですね。あ、そうなんですね。で、乗用車で見ればもっとその普及率は高いから、まあ、大体乗用車の場合はもう8割9割、で ETC ついてる方が料金も安いですよね、うんうん、でもあれはよく考えてみたら車と走りながら道路がつながってると、はい、無線で、はい、ですから車は走ると丸曲がるって言われてたんだけども、実は、通信を使ってつながるという第4の機能が実現したんですね。通信を使ってつながる、うんうん、で2007年に僕はその NHK 出版から、はい、ITS の思想という本を出したんですけど、はい、その時に走る止まる曲がるつながる、第4のつながるという機能を注目して書いたんだけど、はい、時代がちょっと早すぎて本はほとんど売れなかったんだけどあ、まあ、ようやくその時にその本に書いたことが今実現されるようになってきたんですね、うん、走ってる車がクラウドにつながるなんていうのも当然当たり前のようになってきましたから、じゃあつながるということを考えた時に車同士、車と道路、あるいは歩行者、お子さんたちに例えばですよ、ランドセルにちょっとしたチップをつけとけば、うん、車の階から飛び出してくる子どものことが事前にカーナビ上に表示されればね、事故はなくなるよね。なくなりますね。人間の目に頼ったり、あるいは人間の、うん、力だけに頼ろうとするとなかなかうまくいかないんですけども、まあ、そういう車同士がつながる、あのインフラともつながる、あるいは人ともつながる、つながるということをうんと、成熟させていくと、いろんなことができて、はい、まさにこれはもう自動車社会の革命かなという気がしますね。あ、ちなみにこのITS っていうのはこれ何の略になるんですか？インテリジェントなトランスポートシステムなので、高度交通システム、高度な交通システム、うん、あ、まあ、そういうと固くなっちゃうんで、はい、まあ、とにかく走る止まる曲がるつながる、このつながるをキーワードに考えてもらって、うん、車同士、車と人、車と道路、はい、まあ、あの路車間、車車間、歩車間っていうような言い方しますけどね、うん、なるほど。あの皆さんこうスピードを出して走ってるから見えないんだけど、実は ITS スポットという場所がもうすでに皆さんが働いて一生懸命あの払った税金の中から、はい、まあ、国費を使ってもうすでに日本中の高速道路1600カ所に ITS スポットというのが、インフラがもうできてるんですね。その ITS スポットってそもそも、すみません、どんなものなんですか？まあ、究極の路車間通信なので、はい、あの ETC はせいぜい時速20キロぐらいまで速度を落として料金いくらだよで通信し合ってお金を払ってますよね、うん、でも時速100キロで走りながら あるその ITS スポットっていうエリアに来ると走りながら、データがもらえる、情報がもらえる。ですからそのスポットがあることによってこの先に渋滞があるよとかですね、はい、あのいろんなことわかるんだけど、大事なのはあの国が用意したのはその ITS スポットという走りながら情報を車の方に提供できるシステムを作ったので、はい、何を知らせるかというコンテンツは実は私たちが考えた方がいいのね。で実は昨日あの10月18日にお台場にこの ITS スポットを若い学生たち中心32名の方に集まってもらって、みんなで体験してその後2時間、清水和夫と語ろう白熱討論を激しくディスカッションしてきたのね、だからつながるんだから、じゃあ何をどうつなげてどういう情報提供したい、みんな何をしたい、うん、もう国がやってくれるのはこのプラットフォーム、インフラを、そのシステムを整備してくれたわけですね、はい、じゃあ中身をどうしようかってことは私たちが考えようよと、うんうん、でこれからの5年後10年後はもう私たちではなくて今の若い人たちが、
使いやすい暮らしやすい町とか交通社会システムを作っていくべきですから、で非常に面白かったのはやっぱり子育て世代のママさんたちも来て、まあ、ママさんたちはやっぱり子供を預かって自分たちも共稼ぎしてる、でやっぱり自動車は必要だと、だけどいろんなその事故の問題とかね、渋滞の問題とか駐車の問題とかあるんだけど、実は情報がなかなかないで、自分でスマホで一生懸命調べていかないと、あの知りたい情報が手に入らない、だったら車の方でドンとこうね、ユーザーが知りたいと思われる情報を、例えば iPhone アプリみたいにいろんなアプリを用意しておいてあげれば、そのベースになるプラットフォームは、まあ、国の方が IT スポットで用意してもらって、ですから ITS はツールなんだよね、道具、その ITS っていうものを本当に作っていくのはこうみんなで、みんなで作る、作っていくものなんですね。そうですね。 The Motor Weekly 藤本恵美里のウィークエンドチェッカー、今回はこんなお得な情報を見つけてきました。川崎、港北、青葉宮前、新百合ヶ丘、みなとみらいの5カ所で BMW 正規ディーラーを展開しているニコル BMW では、12月29日までニコル BMW 創立25周年記念キャンペーン第2弾を実施しています。期間中対象モデルを購入すると、東伊豆の吉祥花蓮のペア宿泊券が漏れなくプレゼントされます。他にも25周年にちなんで抽選で25万円分のオプションクーポン券や、スポーツモデル 2.5 日間モニタートライアルなど嬉しい特典が盛りだくさん。この機会を皆さんお見逃しなく。また11月4日には横浜の日産スタジアム前中央広場でニコルオーナーズデイ2013が開催されます。会場では BMW 最新モデルの展示や豪華商品が当たる抽選会など楽しいイベントがあるみたいです。当日は入場無料で誰でも入場できるので、皆さん足を運んでみてはいかがでしょうか。私もお邪魔するつもりです。詳しくはニコル BMW のホームページをチェックしてみてください。 The Motor Weekly。 綺麗な夕焼け、お母さん、あの真っ赤な雲の下には何があるの？大渋滞よ、もう今日中には帰れないの。高速道路の渋滞回避には DSRC 標準装備パナソニックのストラーダ、ビックスの5倍もの範囲で情報をキャッチ、最適な道をお伝えします。パナソニック、追突事故を少しでも減らしたい、そこでホンダが軽に初めて標準搭載したエマージェンシーストップシグナル、急ブレーキを後ろの車に知らせる安全機能です。ニューネクスト日本乗り物、軽にさらなる安全を。 N1 ホンダ。住民の顔ぶれが豪華すぎる。出てくる車がトヨタばかりだ。だってトヨタウンだもん。思わず納得させられる前代未聞の連続テレビ CM トヨタウン、お近くのテレビでご覧ください。ハイブリッドリボーン、トヨタです。ザモーターウィークリー、今日は国際自動車ジャーナリスト清水和夫さんをお迎えして ITS についてねお送りしてます。とにかくつながると、ね、つながるという、つながる、その ITS なんですが、じゃあ実際に ITS が活用されたら、まあ、活用していくとどんな風に社会が変わっていくのかっていうのを清水さんに教えていただきたいなって思うんですけど、あの例えばですよ、こう渋滞に関してもね変わってくるって聞いたんですけど。渋滞はだいたい起きる場所がサグといって、高速道路の上り坂のところ、速度が落ちるところですね、上り坂の始まりですから、東名高速の大和トンネル付近とか、あとトンネルの出入り口とか、まあ3車線が2車線になるのはもう渋滞するのは分かってるんだけど、あの大体場所は決まっているので、ってことは原因もはっきりしていますよね、はい、そうすると解決策も見出せる、そこで、まあ、重要なのが、まあ、一つの、技術で言えばですね、アダプティブクルーズコントロール、はい、ACC と呼ばれるものがあって、これは、カメラとかミリ波レーダーで前の車との距離を測りながら自動的にカルガモ走行していく技術なんですね、ところがこれは前の車との距離を見ているので、前の車がプーって加速した時にちょっとタイム差があると、出遅れるんですね、そうすると車間距離開いちゃうじゃない、
だからそれだけだと十分じゃないので、前の車と自分の車をつなげちゃうと、通信で。あ、同じ動きをできるようにっていうことですか。そう、そうすると前のドライバーがアクセル踏んだらもうリアルタイムで後ろの車 もう1秒の差もなくアクセル踏めば、カルガモがずっと同じ距離で走っていけるでしょ。そうするとどうなるかというと、例えば、実証実験した結果、10台のうち2台そのいいドライバー、いい車が2台混じると、渋滞は 25% なくなる。だから全車に普及しなくても、ね、そうそうそう、いいんですね。だからみんながこうアクセルを踏み損ねてるわけですよね、なんとなくそのスピードが落ちてっちゃうと、その中で2台頑張ってくれれば、渋滞は 25% 減るし、あとアクアラインの、千葉からの東京側、川崎側の出口に、あそこも最後上り坂になって、スピードが落ちて渋滞するでしょ。あそこ両サイドに青い LED のランプがね、こうやって走るのね、ピカピカピカって、それが実は80キロとか90キロって速度になってますね、と自然にその光を追っかけていくとスピード低下を防げるので、アクセルをちょっと踏みながらね、だから そういったことも、可能になってくるんですよね。ちょっとそれかっこいい、なんか個人的にすごいやってみたいなって思うんですけど、ちょっとしたことで渋滞緩和はできるので、はい、例えばそういうようなことがアダプティブクルーズコントロール ACC で、その先にあるのがつながった状態のアダプティブクルーズコントロール、これを CACC って呼びます。 CACC ですね、それは今考えられているいろんなプログラムなんですけど、若い人たちがもっといろんなアイデアを出していくと、例えばインターネットができた時に、じゃあ一体これで何ができますって言った時に、 Facebook とか LINE というのは誰も考えてなかったでしょ。だからプラットフォームを政府が作ってくれた、日本の場合はね、そのインフラは行政がやりますからね、でそこの上に乗っけるコンテンツは私たちが考えていった方がいいと思う。なるほど。清水流アイデアが一個あるんだけど。え、何ですか。例えばね、これ前を走る車が100キロなのにスピード低下に気づかずに90キロで走ってた、例えばプリウス君がいるとするでしょ、まあ、ちょっとプリウスって言っちゃって申し訳ないんだけどね、例えばね、で後ろの人はイライラするわけ、で今までは なんかこうなんだみたいな話になって車間距離詰めたりとか意地悪したりそのパッシングしたりね、まあ、そんなようなバトルになっちゃうんだけど、例えばボタンを押してちょっとおじさん怒ってるよっていう絵文字を前の車に送ると、そうすると前 のインパネのメーターのところに後ろの車がちょっと怒ってるぞっていう顔が出てきて、であいけないと思ってそれで避けると、それで僕が抜いたとして、そしたらありがとうって今度ニコニコマーク送ってあげる。それいいですね。そんなコミュニケーションができたら、なんかみんなこうカッカしないでね、前の車との暗黙のコミュニケーションができていくでしょ。確かに、まあ、車自身が実は走るスマホなんだよって教えてあげれば興味持つ。だけどそういうことをあんまりやりすぎると、運転集中できなくなるから、やっぱりちゃんと目ん玉は前を見て心を前に置いて、ハンドルに両手を置いとけば事故はそんなないんだけど、走りながらカーナビ見たり LINE やったりするとやはり事故は増えちゃうよね。なのでそこはちょっと自動操縦みたいなね、セミ自動操縦みたいな技術もないと、そういう情報を増やしていくとドライバーはそっちに気を取られてしまうから、まあ、本末転倒になってしまうのも心配ですね。ITS 自体にやっぱりまだまだそういった課題みたいなものもあるんですか。課題あるんですかって、課題が出ちゃいけないみたいなエミリー顔したけど、ね、完璧なものだと思っちゃってるね。今はそうじゃなくて、課題をとにかく出すこと、逆に何が課題だか分かんないから対策できないんで、何が病気か分かって原因が分かれば治せると同じように、何が問題で何が課題 でどういうそこに解決策があるのか、でそういう解決策を解決したと思ったけどまた違う問題ももちろん出てくるでしょ。完璧なものは、ね、なかなかなくて、よりベターなものになったらまた課題が出る、で課題見つけたらまた直す、もうそれで多分人類はずっと歴史の中で生きてきたんだよね。そうですね、清水さん、なんか私それを聞いて私もね自分の人生頑張ろうと思いました。課題は何か、ね、常にそうですね、進化していくためにはね。そうですね、はい、
清水さん、本当になんか聞いてたら私まだまだ伺いたかったんですけど、とりあえず今日はお時間になってしまいました。そうですね、はい、こういった技術でお年寄りがね75歳になって免許返せとかって言われてるけど、やっぱり、そういう人たちを支援できるような技術ができてきたら、お年寄りももっと長く車と付き合えるようになるかもしれないし、やっぱそこがねこの ITS の一つの大きなポテンシャルだと思いますね。はい、ありがとうございます。はい、清水さんには来週も出ていただきますので、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日のゲストは清水和夫さんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。 The Motor Weekly 赤井邦彦のウェックインサイド情報。赤井邦彦のウェックインサイド情報。この時間はモータージャーナリスト赤井邦彦さんとウェック世界耐久選手権2013についてお話ししていきたいと思います。赤井さんと電話がつながってます。赤井さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、いよいよウェック明日決勝になりますけれども、はい、トヨタ対アウディ、昨年に続いてトヨタ2連勝っていうのは私は期待したいなと思うんですが。そうですね、やっぱり母国って言いますか地元のレースですもんね、トヨタにとればね。うーん、2連勝っていうかね、勝ってほしいですね。ねえ、やっぱりファンの人にとっては今回そのトヨタが富士では2大体制になるということで、その、はい、2大体制になることで作戦面でもね、いろいろこう違ってきそうですよね、今までと。そうですね、2大体制っていうか、もともと2台で走ってるべきだよねそういうこと言っちゃいけないのかないやいや、ね、だってアウディが2台で来るわけですからね。はい、もうこっちも頑張って2台で本当は行きたいんですよね。うん、いろいろも来年の、ね、テストをしたりしながら、1台で頑張ってもう1台でテストをしてたらしいんです。ですから富士は地元ですから、はい、2台体制で万全の体制でという感じですね。中島和樹選手が2大体制でそのルマン以来の登場になりますけど、はい、うん、これやっぱりここ中島和樹選手の走りを見たいって方も多いですよね。うん、車の中入ると誰が走ってるか分からないけどもうそんな赤井さん、いじめないでください。中島君はね、富士はよく走ってるし、うん、で最近この前のレースで勝ちましたよね。はい、ですから上り調子って言いますか好調だと思うんですよね。ですからもうぜひその走りは期待します。去年はね、6時間レースの後半3時間を一人で走ったなんて、すごい豪快なことをね、やっちゃったんで、はい、今年も3時間も走んなくてもいいですけど、チームメートと一緒に仲良く頑張ってほしいですね。はい、わかりました。最後に赤井さん、明日の決勝でここ、はい、ちょっとやっぱり見といた方がいいよっていうのを一言見どころ教えていただけたら嬉しいんですが、いかがでしょうか。6時間レースっていうと、うん、なんかダラダラと走ってるような感じがなんかイメージから受けますよね。はい、でもとんでもなくて、やっぱりアウディ2台トヨタ2台先頭の4台っていうのはもうF1 と同じようにもう全開なんですよね。ですからもう耐久レース、もう本当にスプリントレースのようなレースの競争がありますので、はい、スタートからゴールまでほとんど多分目が離せないと思うんですよ。もう誰が前に出るか分かんない。あとピットインのね、その作戦をどう見るか、うん、そこら辺をこう見てるともう多分6時間あっという間に過ぎちゃいますから、はい、だから多分激しいレースになると思いますよ。応援してくださいね、トヨタみんなね。いやもうすごい、その話今から聞いて私も明日必ず行くのでもうワクワクしてます。1コーナーのサブステージコーナー誰が一番最初に回るか、はい、そこら辺も多分楽しみでしょう。あ、了解です。1コーナーですね。はい、はい、赤井さん、じゃあ明日もよろしくお願いします。私行くので遊んでください。あ、僕も遊んでくださいありがとうございますはい、赤井邦彦さんでした。ありがとうございました。はい、よろしくお願いします。ぜひみんな楽しんでください。 The Motor Weekly。 The Motor Weekly をお聞きの皆さん、こんばんは。トヨタレーシングの中島和樹です。今回の富士6時間耐久レース、明日いよいよ決勝ですけれども、昨年のように、皆さんのたくさんの応援の前で優勝できるように頑張っていきたいと思います。今年はちょっと厳しいレースが続いてますけれども、富士は地元ですし必ずいいレースができて
行くと思うので皆さんぜひ応援の方よろしくお願いします。中島さんありがとうございました。いや明日の富士楽しみですね。私もですね明日富士で応援したいと思います。さあ藤本エミリがお送りしてきましたザ・モーターウィークリー、皆さんからのメッセージお待ちしています。アドレスは tm@fmyokohama.co.jp、 ザ・モーターの頭文字 tm@fmyokohama.co.jp まで送ってくださいね。さて来週なんですが、来週は引き続き清水和夫さんが登場してくれます。2020年の首都圏交通事情と題してお送りするんですが、きっと今日の話を踏まえたいろんなですね未来が見えてくると思います。ぜひ来週も楽しみに聞いてくださいね。それでは皆さん良い秋ドライブを。ザ・モーターウィークリー、お相手は藤本さんでした。また来週。